まして第8位のご紹介でございますけれども、8位はゲストをお招きしております。では今日のゲストということなんですけれども、とってもお待ちかねの方がね、ラジオの前でたくさんいらっしゃると思うんですが、こんにちは。こんにちは、あまちまりさんです。あまちまりです。なんか少し痩せました？夏痩せでもなさったかしら。皆さんにそう言われるんですけどね、うん、全然痩せてないんです。太ったくらい。あら、そうですか、あら、でも皆さん痩せたかって聞きます、久しぶりにお会いした方なんか、あら、どうしてかしら ね不思議です ね。じゃあ少しこう大人びていらしたのかしらなんて、私も生意気そうなこと言えませんけれどもいや、新しい曲がね、思い出のセレナーデ。そうですか。割合に今までとちょっとこう違った感じでしょ。スローな、バラードみたいな曲で、だからそれもやっぱり関係して全体の雰囲気でイメージが変わってきたのかしらっていう気もしますね。そうですか。別に痩せて見えるって言っても焼けたわけじゃないしね。そんなでもないでしょ。わかんない。どうしてかしら。そこら辺を曲の中から秘密を探り出そうかしら。じゃあ早速聞いてみましょう。はい、お願いします。思い出のセレナーデ。なるほど、聞いてみて、素敵だな。本当に思ったんだけれども、まりちゃんの声の質っていうのはこういう曲に合ってるんじゃないかなっていう気がしたの。割合ハッピーな曲がとても多かったでしょ。今まで若葉のささやきでしたっけ。あのあたりがちょっとこうね、寂しい感じだったけど、他はほとんどね幸せムードだったけど、こういう歌好きなんじゃないかしら。私はとっても好きです、だからこの歌はもうずいぶん前にできてたんです。それで今度歌えるんで、嬉しい。季節もやっぱりぴったりですね。やっぱり夏にこの歌出してもちょっと感じが違うし、そこら辺もいろいろ考えて私がじゃなくて周りの人たちが考えて、でもそれ良かったみたいな感じですね、もう秋晩秋がお誕生日でしょ。そうですだからね、こういったような歌もぴったりくるんじゃないかと思うんだけれども歌と逆になっちゃうけど、いつもね言われること、いつもニコニコしているってね、まりちゃん言われるけれども、私は前からいつも思っていてね、自分だって嫌な時あるでしょ、感じたりして、それをやっぱり周りの人に心配かけちゃいけないなんて思って、こう元気を出す秘訣っていうのはどういうところにありますか。いや、私はわがままだからね。そう、こうすぐ感情を出しちゃうんですよね。だからいけないなって反省してますけど、でもね、やっぱりね、我慢するっていうのはね、やっぱり良くないと思いますね、体に。それで誰でも一生は短いでしょ。そうね、だから自分で精一杯、なんかこう泣くときは泣いてね、笑うときは笑って、怒るときは怒ってみたいな、それが一番なんか悔いのない人生のじゃないかしらって。でもあと 2,3 年したらまた考え方も変わるかもしれない。それはそうでしょうね。恋をすると考えも変わるなんて言うけれども、そこら辺の見込みはどうですか。こんなの見込みって言わないです。お互いに笑うことじゃないですよね。いや、私はそうどうなんでしょうね。そうですかと聞きます、どういう形 の恋やら愛やらが理想かしら。お互いの今ほらわがままなものをね出した方がいいって言ったけども、こう人間と人間でね、特に1対1なんかになると、そういうふうなことってどういうふうになると思います。私はね、怖いですね、そういうの。あ、そう？なんか非常に怖い。でも怖くちゃいけないんだけども、これから起こってくることかもしれないけれどもね。どうでしょう。他人事みたいにして笑わないでください。すいませんすいませんなんておっしゃらなくてもいいけど、この間九段会館でね、コンサートもあったようだし、あれはレコードになって出るんでしょ。そうです。いつ頃ですか。2回、秋と冬と2回出ると思います。あ、そうですか、はい、わ、楽しみですね。この曲もね、もっとアップすると思うんですけれどもね、秋出しするから風邪なんかひかないように。お互いに、はい、ありがとうございますどうもありがとうございました。またいらしてくださいね。ありがとうございました、はい、あまちまりさんでした。